おはようございます。これマイク入ったな。おはようございます。2470万、株主の静島と申します。この高い席は本当おっかないですね。まず、今東急さんは、当時後藤さんの意思思惑勢いが、足りないと思うんです。で、私はね、後藤啓太さんがと、まあ、いろいろ、まあ、乗っ取りとか、西部の箱根、西部と箱根経済戦争をやったほどの、やっぱり、本当言葉悪いですけど、後藤啓太ってニックネームがあったほど、東急は勢いがありました。で、後藤さんの思いっていうのは、西部に負けてたまるか、三越を追い越せっていう、これが、後藤さんの、当時の望みであります。で、何をやったらいいかと思いますと、株主優待なんですが、今、まあまあ、どこのデパートも、株主優待 10% 割引なんですよ。それを、例えば、株主優待を、デパートとかを 20% 割引とかしたら、西武とか三越さん、びっくりするんじゃないかなと思います。皆さんそう思いませんか？ご賛同ありがとうございます。で、それができるようになったら、今度は長期保有割増で、例えば、5年間連続同じ株主番号でいたら、今度じゃ 25% 割引とか、10年以上東急の株主でいたら、30% 割引とか、そういうような株主優待をすれば、まあ、伊勢丹とか三越とか、西武、びっくりするんじゃないかと思います。皆さんそう思いませんか？ね、後藤啓太さんの当時の本当後藤啓太って言われるほどの、追いつけ追い越せ、この勢いをぜひ、やったらいいと思います。以上です。皆様ありがとうございます。